もしもーし。もしもーし。あ、聞こえてますか？あ、聞こえてます。あ、聞こえました。お名前と年齢と、ご職業教えてもらっていいですか？森と申します。中学2年生から、うんこちゃんの配信を見させていただいて。はい。今、今年から社会人で、4月から、働いてます。中学 2? 施工管理ですね。施工管理？はい。中学校2年生の時、俺何してました？動画で、6ポケが初めてですね。あ、その時から、ずーっと見てくれてんの俺のこと。ずーっと見てます、本当に。欠かさず。そうもせず、欠かさず見てました。あ、じゃあ、高校時代の俺の思い出を、ちょっと教えてください。高校時代。うん、高校時代の加藤純一。もう高校時代の加藤純一。もう高校時代は、うん。もう、友達と遊ばずに、うん。加藤さんの配信を、もう見るっていう。食い入るように見てくれてたんだ。食い入るように、部活もサボって、うん。もう帰りましたね。携帯に通知が来てたら、部活を必ずサボって。泣けるね。ありがとうございます。今日も、実は見に行ったんですよ。公開生放送で。あ、そうなの？はい。スーツの、一番前にいたスーツの人なんですけど。ごめん、ちょっと、確認がわかんないけど、うん。わかんないですか？うん。ごめんね。また明日も行きますので。あ、じゃあわかった。はい、じゃ森、覚えとくわ。はい。またスーツで行きますので。それ今、働いてさ、なんかさ、偉そうだけどさ、俺がさ、なんか、それなんていうの、はい、多少いい影響を与えたのかどうか俺知りたいんだけど、今ちびっこ見てるからさ。あー、僕やっぱ中学校の頃に、ちょっといじめられてたんですよ。うん。でも、やっぱりうんこちゃんの明るさを、動画で得て、あ、やっぱ僕が悪かったんだなと思って。うん。それを糧に、ちょっと、なんていうんですか、社交的になりましたね。俺の配信を見てたら。はい。もうずっと元気もらってます。だって、今コメントあなた見てる俺の放送の。見てます。こんなに明るいなとかさ、ハキハキだなって、これどう？もう本当に僕も、うんこちゃんと出会えてよかった。ありがとう。お前のおかげで今日の放送のコンセプトが決まったわ。なんか、その信者を使って、俺の配信って素晴らしいっていうことを、世に広めていく、はい、ありがとう。あ、そうですね。はい。これからも、世に広めていきましょう。二人で。お願いします。はい、ありがとうございます。はい。挨拶も全然来ちゃった。な？俺の配信見てたおかげで明るくなって、こんなにいい影響与えてんだよ。なんでビデオ通話やだよ。もしもし。どうも。聞こえてますか？はい、聞こえてます。お名前と、まあ、ペンネームでいいんですけど、お名前と年齢教えていただいていいですか？はい、名前は、チパチンで、年齢は23歳です。23歳。はい。俺のこと何歳ぐらいから見てますか？さっきの方と一緒で、中2ぐらいから、ロックポケ時代から見てました。あ、その時は、ごめんね、俺の顔映っちゃってるけどいい？こんにちは。今日かっこいいでしょ、俺。めっちゃかっこいい。今日骨が光ってます。あ、そうそうそう。そんでさ、中学校2年生の時に俺は何してたの？写真枠とか、違うな。なんだろう。中学校にね、あんまり記憶がないんですよ。あ、そうなの？あなたさ、今23でさ、中2から見てるってこと、俺のこと9年前から見てるってこと、俺7年しか活動してないんだけど。あ、本当ですか？うん。じゃあ、なんでなんでしょうね。あまり記憶がないですけど。高1ぐらいから見せてくれてたの？ロクポケ時代からなんで、どうなるんでしょうか。まあ、自分の年齢を間違えちゃった。ちなみに仕事は何してんの？仕事は百姓やってます。あそうなんだ。はい。頑張ってください。こんばんは。聞こえてますか？聞こえてます。年齢とお名前教えてください。29歳で。お村上って言います。29の村上。はい。何歳ぐらいの時に、から聞いていただけてるでしょうか？23からずっと見てます。6年間そうっす、6年間ずっと見てます。6年前のあなたは何してましたか？いや、ニートでした。大学出てニートしてました。大学卒でニートしてたんだ。はい。で、その時俺何してた？いや、もうロックポケ上げてましたね。いや、みんなやっぱそんな人たちがついてきてくれてるんだ。いや、もう本当に、加藤さんには、僕感謝しかなくて。じゃあちょっと教えてよ、それ。僕、ニートしてて、まぁ、ちょっと親が金持ちだったんですよ。なんか尺に触れない。ずっとニートしてて、で、就職しろって言われて、いや、ずっとニートをやってたんで、
全然就職できなかったんですよ。うん。で、その時に、で親に、もう、援助切るから、自分で生きろって言われて。うん。で、ギリギリで、なんかもうどうしようって死のうか迷った時に、うん。ずっと支えだったのが、その加藤さんの、その放送だったんですよ。どういう放送が好きだったの？いや、もうなんかその雑談とかたわいのないやつだったんですけど。まあ、今日みたいな感じ、本当に、まさに。いや、もうずっとなんかそういうので、ああ、こんな人もいるんだから僕も頑張んなきゃいけないなと思って。え、浜田岳じゃないよね、あなた。え？浜田岳じゃないよね。いや、全然違います。浜田岳似てるね。あ、顔もちょっと似てます。あ、やっぱそうなんだ。はい。顔似てんだ。で、もう本当になんか、もうバイトとかも、本当に日雇いのバイトとかしながら。俺の浜田岳綺麗に流したね、今。せっかく渾身のあれなのに。いや、ちょっとその感謝を伝えたくて。あ、分かった。俺はお前と浜田岳について語りたいよ。それで、感謝聞こえ、まず。うん、それで。で、それでなんか、やっと会社に就職できて、うん。今、課長やってます。マジで？はい。すごいね。そうですね。今も俺のこと見てくれてんの？いや、もうずっと見てます。いや、嬉しいわ。いや、もうずっともう応援してますし、うん。いつかこういう機会があったら、うん。なんかこの感謝を伝えたいなっていうのは思ってました。いや、じゃあその、今、すごい、綺麗な気持ちが俺に伝わってきたわ。いや、本当ですか？もう本当、ありがとうございます。本当に、もうがむしゃらに働いてたんですけど、なんかもう、なんか厳しい時とかも、ブラック企業のやつあるじゃないですか。うん。あれとかもずっとやってますね。もうずっと見てました。あ、そうなんだ。はい。じゃあ職種聞いていいの？職種。なんか。あ、そうです。もう今保険の代理店です。すげえじゃん。保険の代理店で今課長やってて。うん。そうですね。いやでも逆に、そのあなたは、たかだかね、一人だと思うかもしれないけど、あなたみたいな人が集まって、その放送が成り立ってるから、こちらこそ感謝ですよ。いや、ちょっとじゃこれからも本当に応援してもらっていいですか？いや、もう全然応援します。で、北新宿なんで何かあったらもうすぐ僕は、もう本当、何でもします。わかった。はい。なんかすぐに。ブックオフとか超近いんで。わかった。じゃあなんか、俺が困った時はまずお前を頼るわ。あ、もうほんとすぐ、もうほんと金ならあるんで。わかった。ほんとに。なんか俺じゃ職が、なんかやばそうだったら雇ってね。あ、もうほんとに、もう鉄砲でもでも何でも。わかった。いや、ありがとう、なんかよかったわ、じゃあ。そういう俺の、あっせん、就職先のあっせんもしてくれるやつに出会って。あ、もう何でも。ちょっとブラックなんで、うちの会社も。うん。もうなんかあったら、ぜひなんか、そういう話もできるんで。あ、わかった。はい。ちょっとじゃあ、楽しみにしてるね。あ、ありがとうございます。いや、わざわざありがとうございました。いや、ほんとに、これからも頑張ってください。ずっと応援していくんで。頑張ります。はい、ありがとうございます。はい、どうも。あ、失礼します。はい。やっぱ6年見てくれてるって、とんでもないことだよ、みんな。だってさ、6年見続けてるテレビ番組ってある？俺はないんだよ、6年見続けてるテレビ番組って。何、例えば。すごいことだよ、ほんと。ありがたいよ。浜田学。ブロックしとこう、なんか。怖えし。みんなでスパブロしとこうぜ、浜田学。スパブロ、俺のせめてもの、流儀。スカバンしようぜ、浜田学の。あいつ住んでる場所を俺、ばらしてさ、にちゃんに貼るからスカバンしねえ、みんなで。それ遊びしようぜ。ちょ、固まっちゃった。もう学のせいで固まっちゃったよ。